地下ってこんな感じなのか。オイラが想像してたのとだいぶ違うな。遥か昔、ナタは竜に支配され高度な文明を生み出していたからだろう。人間が自分たちの秩序を築き上げたのは竜族が滅亡した後になる。つまりここは竜の遺跡ってことか。I think she means actual dragons. それってつまり元祖の竜王みたいな存在ってことだよな。そいつらが高度な文明を持ってたのか。うん。でもあまりに昔のことだから参考になる記録が少ないんだ。ここの装置の使い方も知ってる人はほとんどいない。元は誰も足を踏み入れない遺跡だったけど、最近はアビスの騒動の影響か中の施設で不穏な動きも見られる。ということは歩きにくい道ってことだね。歩きにくいどころか、これから遭遇する無数の困難の始まりだろう。Just what I wanted it to hear. You black crazy. Okay. なんでみんなして急に笑ってんだよ。不気味だな。ここにいる奴らは全員冒険の幕開けに興奮するタイプだからな。その通りだ。ずっとうずうずしていた。I bet you must leave for a moment like this. Let's go. じゃあ行こっか。この先に何が待ち受けていようとも突き進むのみだよ。 Okay, sure. I'm figuring this shit out anyway, so. It's pretty big. Oh. 道が途切れてるぞ。どうすればいいんだ。プロのトレーナーとしてアドバイスしてやるぞ、パイモン。ズバリ、トレーニング不足だ。トレーナー？お前って北条の国の天使だよな。それも間違いじゃないが、本業はスポーツトレーナーなんだ。私はナタで流行ってる大抵のスポーツの指導ができる。それもかなり専門的にな。トレーニング項目のアドバイスだけじゃなく、体作りの食事管理もバッチシだぞ。ああ、糖分を取っちゃいけないとか、Good luck, my mom. ジュースは控えろとか、焼肉を食べないようにとか、そういうやつだな。そんな風にあげてたんじゃキリがないぞ。健康的で栄養たっぷりの食べ物をリストアップした方が早い。例えばグリーンスムージーだ。飲んでみるか。お前とは合わない気がしてきたぞ。あれ？あいつらどっかで見たことあるような。これまで何度も戦ってきた相手だ。手加減はしなくていい。清掃を開始します。治療しないとな。はいはい。サイクターン、ガンが来たよ。注目、キーソチュアレよっ。やるか。再構成します。療薬は口に逃がす。 Come here. Yeah, good job.Really? That? こうしてみると、オイラたちが目指してる場所ってかなり高いな。ビリチョウ。薬も毒になり得ます。さあ、清掃を開始します。はいはい。ラブラブサメくんアタック。最高。
It's a doll? Damn. I feel like Nova Lab would be very interested in this place, to be honest with you. There's a lot of purple stuff going on. これがエンジン様の言ってたアビスが侵入した時に残した入り口かな。ああそうだろう。知らないのにどこか馴染みのある気配を感じる。この奥からな。まさかこの中に入らないといけないのか。いいか絶対押すなよ。おいら自分のタイミングで行くからな。みんなしておいらにしがみついて。重かったぞ。You're my guy。どうやら無事に着いたみたいだね。ここが八神の国。こんな景色が広がってるなんて物語で名前を聞いた時には想像もしてなかったぞ。 There's abyssal energy everywhere。アビスの力があまりに濃いせいでカチーナちゃんは閉じ込められちゃったんだろうね。ここでは現実世界の常識など通用しない。どんなことでも起こりうる。それより一番心配なのは戻る方法だぞ。さっきの入り口ってどう見ても行ったり来たりできるようなものじゃなかったよな。空にある裂け目と地面に降り注ぐ光が見えるか。地面光と空の裂け目。うわっと、おいらたち、あんな高いところから落ちてきたのか。メルゼンだ、that area。あれはね、スリングエリアか。It's like the book one。I don't know what it's called。元の世界に戻りたい場合、再びあの入り口まで行く必要はない。この光の下に立ち、心の中で念じれば大丈夫だ。それだけでいいのか。 Don't you run。 おお、わかってるぞ。うっかり帰っちゃったらまずいからな。じゃあカチーナちゃんを見つけたらここに連れてくればいいってことだね。あ、この光は現実世界から差し込んできてる。いわば現実世界とこの世界をつなぐロープだ。この場所見たところ地形が複雑だし視界も悪そうだぞ。どうやってカチーナを探せばいいんだ。
しかもあちこちに浮かんでるあの黒いやつ、どう見ても有効的じゃないぞ。あれはアビスの力だ。気をつけた方がいい。はい。幽霊だ。しかも喋ったぞ。落ち着け。俺は君たちを助けに来たんだ。ビジャマを助けてくれたのは君たちだろ。いや、いわマルマリーマルマハ。あ、マルコ。ビジャマの友人マルコ。I'm so close。完全にこの国に溶けたと思ってたが、急に不思議な力を感じてな。あの力は俺を探し、俺という概念を集めようとしてくれた。もちろん、それは非常に難しいことだ。このように中途半端な姿で君たちの前に現れることになって申し訳ない。いや、謝るべきはこちらだ。あの時スピリットストーンはアビスの力の影響を受けていた。だから無理にでも止める必要があったんだ。ビチャマや近くのカガリギのために危害が及ばないようにするためにも。ああ、分かってる。あいつを守ってくれてありがとう。もう何年も経つっていうのに、俺のためにあそこまでしてくれるとはな。あの不思議な石の力で俺の魂はあいつとつながれた気がした。まったく、未練までそっくりだなんて。勝って凱旋するにせよ、負けて犠牲になるにせよ、親友とずっと一緒にいたかった。そうだよね。ああ、もう叶わぬ望みだがな。でも君らにはまだチャンスが残されてる。児玉の子の娘を探してるんだろう。あの子は今アビスの力の化身に追われてる。この姿を保てるうちにあの子を助けてやりたい。さあ、こっちだ。気をつけてくれ。ここはアビスの侵食をひどく受けてる。Yes, you didn't you tell me that like at the beginning? So. でもまさか。Oh. Coming. なってるなんてな。まるで今にも噴火しそうな黒い火山だな。いつ私たちの世界に飲み込んでも動かす。Thank you. The hell, man! You just let them free shot me. 一時的にここの攻撃から君たちを守れる。離れないようにしてくれ。長くは持たなそうだ。道を変えよう。こっちだ。また魔物か。厄介な奴らだ。こんな奴らに構ってる余裕ないのに。はいはい、最高。This is so cool. 前が見えなくなっちゃったぞ。ここは迷いやすいんだ。でも大丈夫。俺の後ろをしっかりついてくればいい。Well. そういうのやめろって。びっくりするだろ。いや、私にも聞こえた。アビスの声だな。なんて言ってたん
それを知る必要はないだろう。良くないことに決まってるからな。パリジン、ムサ。おいらにも聞こえたぞ。早く行こうぜ。こんなところに長居したくないぞ。 Stop shouting。魔物たちを片付けちゃおう。 Did you miss?私も戦う。 It's like his whole back was like, what?してないみたいだし、本当に良かった。これからどうする？今すぐ帰るか？そのお願いがあるの。一緒に大霊の様子を見に行ってもらえないかな。反魂の歌に起きてる問題はどう言ったらいいかわかんないけど、きっとアビスの汚染が関係してると思うんだ。今の状況を見るに、エンジン様の推測は裏付けられたと考えて良さそうだな。ヤガミの国には各部族の大霊を象徴する6つの主要なトーテムポールがある。そのトーテムポールが大霊の本体だとすれば、ここのトーテムポールは大霊の意識を共有する分身と言っていいだろう。分身が数多く存在するからこそ、大霊の意識はヤガミの国全体を覆うことができる。それによって魂がどこにいようとも見つけられるんだ。だが分身が広く汚染されれば、魂はヤガミの国をさまようことになる。けど汚染された分身は一つだけじゃないだろう。ここでアビスの力を浄化したところで、全体的に見たら大して意味がないんじゃないか。じゃあ大霊を見捨てるの？ずっと私を守ってくれたのに。 Saving one is better than saving none at all. 賛成だ。それにこの木をうまく利用すれば、カチーナを追っていたアビスの魔物を釣れるかもしれない。そいつを一掃することで、ヤガミの国の悪化も少しは緩和できるはずだ。どうしたの、カチーナちゃん。大丈夫、ちょっと頭が痛くなっただけ。また声が聞こえたんだ、頭の中で。大霊のことは放っておいて、さっさと帰れって。やっぱり帰るか。カチーナはここにだいぶ長くいるわけだし。大丈夫、こんなデタラメ無視するから耐えてみせるよ。 So where's the totem pole? もう少し行ったところにあるんだ。案内するね。それに私も戦うよ。だからお願い、大霊を助けてあげて。聞いて、カチーナちゃん、もちろん私たちは一緒に行く。
けどそれはあくまで大霊を救うのが目的。カチーナちゃんに何かを証明させるためじゃない。自分のために何かを証明する必要なんてないの。もし耐えられなくなったらちゃんと私たちを頼ってよ。さーて、サクッと終わらせるぞ。ああ、せっかく来たんだ。問題を片付けていこう。No anymore, man. I still can't believe it. What's this cryo? ここに残ってアビスの魔物を足止めしよう。え？そんなことしたら君が危ないよ。大丈夫さ。アビスの魔物に力は及ばないが、この場所には詳しい。それに俺にはもうあまり時間が残されてない。俺の友人と同じで君たちも別れってやつが苦手だろ。さあ行け。目的を果たしてここを離れるんだ。帰るべき場所に帰れ。本当にありがとな、ここまで手を貸してくれて。君は立派な英雄だね。ありがとう。我々は一人で戦ったりしない。頭痛はどう？支えてあげよっか。ううん、大丈夫。私が丈夫だってこと、マハラニちゃんもよく知ってるでしょ。おい、かなり汚染が進んでるみたい。私たちの呼びかけに応えられないなんて。すぐ始めよう。みんな準備はいい？アビスの力を払うよ。 I will help。 気をつけろ、奴が来た。なんつースピードだ。愚かな勇気には一辺の価値もない。あのような儚い魂で我の足を止めようとするとはな。しかとすりつぶしておいてやったぞ。お前まさかマルコを。いずれ散る定めにあった魂を案ずるより己の身を案じるべきではないか。我に似た存在を倒したことがあるのかもしれぬが、だからといって甘く見れば相応の代償を払うことになるぞ。You behind all this? アビスの力は人を酩酊させる。それによりなされる破滅はまるで芸術作品。我がここに現れたのもただ近くでそれを鑑賞する機会を逃さぬためだ。そこの小娘ほど甘い人間はいないだろうと思っていたが、まさか自ら七に飛び込む間抜けがこうも言えようとは。短命な人間は実に哀れなものだ。圧倒的な力を何も分かっていない。コメ、プライド、友情、そんな空虚なものはただ自己を麻痺させるためだけにあるもの。何の力もない。エンジンが体裁の良い概念をこれほど作り出したのも私的な欲にまみれたがゆえだ。原初の恵みを何時ら凡人に分けたくなりがためにな。でなければ
なぜエンジンは最強の存在である一方、何時はこれほどまでに弱い。立ち居なよ。私カチーナちゃん、私の手を握って。感じた？私はそばにいるよ。ありがとう。私思い出したよ。もう怖くない。だって一人じゃないから。君の言い分は正しいのかもね。確かに慰めは何の力も与えてくれない。でも君は大きな勘違いをしてる。君の力はどれも努力して手に入れたものじゃない。だから力の根源のことを君は理解できない。Power of friendship. Let's go. 友情があるからこそ私たちは勇気に満ち溢れ、ひるまなくなる。力を生み出すのは友情そのものじゃなくて、友情という概念を信じ集まった私たちだよ。よく言ったぞムアラニー。この程度の敵、私たち二人で十分。行くよカチーナちゃん。うん、ごめんなさい。でも、でもやっぱりあなたを懲らしめないと。あいつに分からせてあげよう。ナタ中どこを探しても私たち二人のタッグにかなうやつはいないってことをね。ボンケン。Oh, we are actually 2v2. 2v1. Okay. Go! Oh, wow.He does nothing. Good to know. Nice job. 見くびられた時はこうやってギャフンと言わせてやらないとだな。すごいすごい、グッジョブだよカチーナちゃん。よかった、本当に。私も嬉しい、モハラニちゃん。私たちやっぱり黄金コンビだね。は、な、何これ。Who's that? 私の古名が光ってる。ここに来るとき持ってこなかったのに。これはおそらく物質空間への投影だろう。だがなぜ古名が突然現れたのか。まさかあんたが。友を救うため万難を排し、アビスの汚染を最も受けてる場所に飛び込むとは、なんて考えなしな奴らだ。だがかっこいいじゃねえか。あ、さっきあんたが言った通りだ。シーズやった。一人ぼっちのナタ人じゃアビスの力に立ち向かうなんてできやしない。長い時間をかけ満身創痍になってようやく俺はそれを理解した。まったく散々遠回りしたもんだ。エンジン様の計画じゃ
人一人が自分の役割を果たし、団結して初めて最も強大な敵を完膚なきまでに打ちのめせる。君は？俺はトゥパック。500年前にアビスがナタに侵入した時に戦ってた竜戦の銃の戦士だ。その名前聞いたことある。ナタを救った巨体の英雄だよね。俺の意識がコメの中から蘇ったっちゅうことは、あんたも大礼の記載を十分に理解したってことになる。You are actually a giant? Damn. 滅びゆくナタを救ってくれ。私が？血が尽きる前に水石で歯を飛び、小さき明かりを残せ。さすれば炎はナタのすべての眼差しとつながる。クオンの暗闇さえも我々を分かつことはできない。Miss Bobby Bo. Well, it looks like you hit, so. Da, 大丈夫、モーラニちゃん。記憶がたくさん入ってくる。この人の記憶が頭の中に。そういうことだったんだ。大丈夫か？何が分かったんだ？彼らは500年前から今のナダに訪れる危機を予知していたの。そして、はい、can we talk about this when we are out of this place? What is wrong with you people? ここでゆっくり話すような内容じゃない。Thank you. 帰ってからじっくり説明しよう。Does she mean that you already know what about the whole thing? 一部はな。でもまさかムアラにも計画を担う一員だとは思わなかったぞ。とりあえず今はここの大霊さんを救うことに集中しよう。簡単に説明できないみたいだし。ええ、聞こえるわ、カチーナ。我が愛しい子よ。よかった。でも、ごめんなさい。挨拶したばっかりだけど、すぐお別れしなきゃいけないの。私たち、もうここに留まっていられる余裕がないんだ。本当は、どうしてコメを私なんかに授けてくれたのか聞きたかったけど。でも、もう大丈夫。自分で考えて、努力して強くなって、そして英雄にふさわしい生き方をするって決めたから。ええ、でもカチーナ、何があろうと、私の目にはあなたが最も優れた子として映っているのよ。え？あなたたちは皆、私の最愛の子。あなたたちを育み守ってきたことをずっと誇りに思ってきた。コメは私があなたのためにつけた一つの名に過ぎないわ。両親があなたにカチーナという名をつけたのと同じように難しい意味はない。自分の人生を歩めばいい。より輝かしい継承者になろうとなんて考えなくていいの。私が望むのは、ただあなたがもっといい自分になることだけ。
古名に新たな歴史を綴っているのはあなた。結果がどうなろうと重要じゃないわ。私はあなたを愛している。あなたの両親と同じくらいね。ありがとう、大霊さん。さあお行きなさい。ここは今も刻一刻と悪化している。変人の計画をあなたたちが一歩前進させたのを見れて嬉しかったわ。大切な人々や部族のためにナタを救いなさい、子供たちよ。ありがとうございます。こうして言葉を交わすのは初めてですけど、今の言葉はカチーナちゃんにとって何よりの励みになると思います。うわっ、なんだ、地震か。もう時間がない。Well, アビスの力が迫ってる。早く逃げなきゃ。People keep talking. What do you expect? Like, a silly? 洗礼が道を開いてくれたぞ。 No, I have yet to see a silly in Elan. Really? If only I have unlimited stamina, man. What you want me to do? I only can shoot water gun. I'm not Blastoise.Oh, wow. よくやってくれた。さあ戻ろう。みたいだな。でもエンジンがいないぞ。そもそも、そうだぞ、力を失ってるって言ってたよな。エンジン様ならまだ談義室にいるはずだ。さっきのあれは精神だけを矢神の国に送ったんだと思う。精神だけであそこまでできるのかよ。力には必ず代償が伴うけどな。気分が悪いの？カチーナちゃん、もう少しの辛抱だよ。急いで聖火競技場に行こう。出発前、お医者さんを手配してくれるってエンジン様が言ってたでしょ。ああ、お前たちは全員一通り検査を受けた方がいい。念のためにな。オイラはなんともないけど、お前
のはもちろんだけど、八神の国で得た情報も共有しないとな。そういえば、大霊が言ってたエンジンの計画って一体何なんだ？それはエンジン様に説明していただこう。今ここにいる全員が計画の一員になったわけだしな。私たちの行動のすべてがナタの運命を左右するんだ。あれ、なんだか物がだいぶ減ってないか？よく帰ってきてくれた。疑問が山のようにあるのは承知している。だがまずはアビスの力の残留を処理しよう。影響が出ないとも限らない。クイク、診療を。無事に帰ってきてくれて本当によかったわ。エンジン様から話を聞いてすぐここに駆けつけたのよ。さ、皆さん座ってちょうだい。一人ずつ見ていくから。Despite a short stint in the Night Kingdom, Mualani and the others have some degree of abyssal contamination. Thanks to Chiu Chiu's extensive experience treating abyssal contamination, the harmful effects is not permanent. The treatment also relieves Kachina's symptoms. Yes! これでもう大丈夫なはずよ。でも、念のため、数日したらもう一度検査を受けてね。ただ、こちらの旅人さんみたいなのは私も聞いたことがないわ。まるでアビスの力に完全な抗体を持ってるみたい。こいつって昔からちょっと特別なんだ。アビスの力を浄化するのも得意なんだぜ。あれ、そういえばオイラもアビスの影響を受けてないな。Don't know. 今の状況ではその能力は大いに役立つ。じゃあ、私はこれで失礼します。他の患者さんが待っていますので。ありがとう、クイ君。いいわよ。考え方に違いはあるけど、お互い悪気はないんだもの。今は時間に任せましょう。いつかきっと分かり合えるわ。あ。話題は多岐にわたるが、どれから始めるべきか。そうだ、君たちも見たな、八神の国のあの惨状を。率直に言おう、ナタの滅びが目前に迫っている。余命は一年にも満たない。はあ、え、嘘ですよね。 That can't be true. これは事実だ。I'm here. このことを知るのは、救国の計画に参加する一部の者だけとなっている。先ほど言った余命。つまり、滅びへのカウントダウンが始まったのは最近ではない。500年前のアビスの災いから続くものだ。それなら、モアラニからも聞いたけど。ああ。当時、すべての国がアビスの侵攻を受けていた。ナタは元来、他国が持つような安定した堅固な地脈を有していない。故に状況は最も深刻でな。あれは長く、あまりに凄惨な戦いだった。命と文明を犠牲にし、ナタはようやく勝利をつかんだのだ。我々はその後、さらに数百年もの時間をかけてアビスがもたらす災厄を払った。今日の平和はそうして築かれたのだ。しかし、その勝利は表面上のものに過ぎない。アビスの力は今も消えておらず、ただ地下へと追いやっただけだ。そうだったんだ。八神の国の問題はさらに一筋縄ではいかない。なぜなら、あそこはまさにナタの地脈のような存在だからだ。当時の計算で、八神の国が完全にアビス化するまで、最大で500年かかると導き出された。しかし、その頃にはすでに多くのナタ人が家と家族を失い、荒野をさまよっていたのだ。彼らは勝利を信じることを放棄し、未来に目を向けることもやめてしまっていた。文明は消えかけ、信仰は崩れ去り、大霊の力も枯渇寸前にまで追い詰められた。このままではナタを再び一つにしない限り、アビスを倒すことなど夢のまた夢。そこで
神と各部族の英雄たちは長い議論の末、ナタを救うための500年にわたる大規模な計画を立てたのだ。そうだったんですね。カチーナちゃんと合流できた後、私は自分のものではない記憶を見たことのない存在から受け取りました。その中にまさに今おっしゃった計画がありました。どうやら私はその計画の重要な一人に選ばれたということですね。でも一つだけ理解のできないことがあります。どうしてその記憶の中で見たエンジン様もあなただったのでしょうか。なんだって、エンジンって人間だろ。そんな長い時間生きられるわけないぞ。ああ、その疑問は正しい。人間にとって最も越えがたい壁は時間、あるいは寿命という概念だ。しかし魔人であれば、一部の神通力や呪いによってその命を伸ばすこともできる。だがナタにそのような存在がいないのも周知の事実だ。故に我々は己の知恵をもって切り抜けるほかなかった。生命とはいつか燃え尽きる炎のようなものだ。500年前、私はこの命を聖火に託した。過去に一度死を迎えたが故に再び蘇ることができる。つまり簡単に言うと、二度目の命ということでしょうか。 That was all part of the plan. ああ、当時各部族が団結していたからこそアビスを退けることができたのだ。500年後のナタがアビスと戦える力を持つためには、次のエンジンが滅びた各部族を復興させる必要があった。そして部族が復興すれば、人々は再び集まり、その部族の大霊も力を取り戻すことができる。完全に復興した証として大霊は一人の英雄を選ぶ。それは部族が戦争の準備を終えたことを意味する。まさに500年前、偉大なる英雄たちが私のもとに集まった時と同じようにな。つまり私がその英雄ってことですか。ああ、君が持つ古名は500年前に龍戦の州を代表していた戦士と同じものだ。その意味は団結。八神の国での冒険を経たことで、君はきっとこの古名の意味を完全に理解したことだろう。ってことは、お前は最初から大霊が誰を選ぶのか知ってたのか。そうだ。当初の計画であれば、私が蘇った頃には全ての部族が復興を遂げているはずだった。しかし思わぬ事態が起きた。6人の英雄は確かに500年前の6つの古名を手にしていたが、計画に関する情報を誰も受け継いでいなかったのだよ。その原因は同じく八神の国の汚染にある。聖火と大霊間の疎通が阻まれてしまっていたためだ。反魂の歌でカチーナを連れ戻せなかったのもそれが原因だった。ああ、これもアビスの策略の一つだ。知恵こそ持たないが、昔から実に厄介な相手だからな。その計画を再び巡らすには私一人だけでは足りない。古名の所有者もその古名と同じ覚悟を示さなければならないのだ。そう悟った時から私はその6人を支援しようと決めた。現在児玉の子のシロネン、かがり木の民のキーニチ、それから北条の国の慰安さが認められている。そしてこたびの件を経て、ムアラに君も無事大霊に認められ、古名に刻まれた古の英雄の記憶を手に入れた。 So left with two people. でももう1年もないんだろ。そうだ。だが仕方がないのだよ。英雄が集まらない以上、計画を始動させる条件も揃わない。切迫した状況であるにもかかわらず、依然として行動に移せないのはこのためだ。エンジン様はそれをご存知だったのに、どうして私に教えてくださらなかったんですか。直接言った方がずっと早いと思いますが。確かにそうかもしれないが、逆効果になる可能性も否めない。先に己の使命を知ってしまえば
潜在能力を引き出せなくなる恐れがある。カチーナの救出を例にしよう。君を突き動かしていたのは誰かに与えられた使命などではなく、君自身の強い意志であって欲しかったのだ。つまり残りの二人が誰なのかもエンジン様は教えるつもりがないということですね。ああ、その者たちの契機はまだ訪れていない。事前にプレッシャーを与えても邪魔にしかならないだろう。And if they don't? 大礼の目利きを信じるしかないな。私一人でこの危機を乗り越えようなどとは一度も思ったことはない。信じ頼ることを選んだからこそ計画を今の段階まで進めることができた。ナタを救えるのは神でも特定の誰かでもない、我々だ。 Does that mean you? 君は実に鋭いな。悟られないうちに話題を進めようと思っていたのだが。そうだ、ここにあったものはどこ行ったんだ？さっきから気になってたんだけど。君たちが八神の国から無事帰還できるよう、完全に力を失った私には何かしら手段が必要だった。何せあのような危険を犯すことを勧めたのは私であり、そしてムアラにも肝心な英雄の一人だったからな。ここにあるものは単なる記念品などではない。その本質は燃料という役割の方が大きいのだ。燃料？あ、だからあの時エンジン様は。ああ、記念品に込められた物語は確かに大切なものだが、もっと重要な共通点がある。どれも英雄たちが肌身離さず持っていたという点だ。そういったものには持ち主が戦っていた時の各地区の炎がいくらか宿っている。当然ながらその力は限られたものではあるが、だが塵も積もれば山となるというように、いざという時には役立つものだ。先ほどはそれらを燃やすことで各地区の炎を生み出し、それを利用して2つの世界の境界線をつなげたのだ。ただ極めて乱暴なやり方なため、見ての通り力は一瞬にして尽きてしまった。でもあれってどれも大切なものなんだろ？それぞれにちゃんと物語があったのに。はあ、だからあんたたちをここまで連れてきたんだ。エンジン様に極力使わせたくない力だってことをみんなに知ってもらいたかったからな。エンジン様、本当に申し訳ありません。私のことは気にするな。それに大霊のトーテムポールを救ってくれたのは幸いとも言える。でなければ八神の国のあのエリアは今頃アビスの手に落ちていただろうからな。もしそうなれば小玉の子に災いがすぐにでも降りかかっていた。英雄たちがここにあるものを私や他のエンジンに託した時、彼らはそれがナタを救う力となることを望んでいたはずだ。あれらのものが最終的にナタの英雄たちを救ったと知ればきっと皆喜ぶだろう。それでもやっぱり胸のあたりがチクチクします。そう感じる必要はない。前に話した時間の話はまだ覚えているか？我々は何かを失ったわけではないのだ。過去の人々や物語はただ形を変えて今も我々のすぐ近くにいる。それでも負い目を感じるのであれば、その胸の痛みをバネにナタのために戦うといい。君たちの物語はまた新たな伝説となり、新しい力を生み出す源となる。ここにかつて置かれていたもののようにな。でも助けてもらったわけだし、やっぱり何かお返しがしたいぞ。そういうことなら酒でも振る舞ってくれればいい。カチーナが無事に帰ってきたことを祝う宴を開くつもりだ。余巡者の戦争の凱旋を祝うとしよう。君たちをねぎらうと同時に疑っていた者たちを黙らせることもできる。ナタに危機が迫ってることを知ったのに楽しめるでしょうか？そう思うな。焦りは判断を鈍らせるだけだ。いかなる時も平常心を保っておくといい。さあ行くといい。私もすぐ向かおう。
小さい頃から温泉の近くに座って戦士たちの物語を聞くのが好きだった。湯の中を人が行ったり来たりして、部族に関係なくみんなが友人だった。温泉は決して龍泉の衆だけのものじゃない。戦友たちをつなぐ絆なの。部族の子供たちがどんどん成長していく姿を見れて本当に嬉しい。私も温泉の本当の意味を少しずつ理解できるようになったわ。青春や活力、情熱にあふれている。なんて元気で、なんて憧れる存在。たとえその子たちが問題を起こしても、心の中の怒りは一瞬にして慈愛と寛容へと変わるわ。本当に不思議。ムアラニが大きくなったらきっと立派な戦士になるでしょうね。あの子には無限の可能性が秘められてる。私にはわかるわ。いつか私の力が衰えて戦場に出られなくなったら、ここに戻ってきて、あの子に、そしてもっともっと幼い子に物語を聞かせてあげたい。あんたもしっかり演じをやってね。だってそっちの方が語れる物語も増えるでしょ。I thought I was gonna play her for a while. Apparently not. Oh, talking stick. 空は暗く、部族は散り散りの中、遠い未来の勝利を約束されるとはな。あの狡猾な敵たちと幾度も刃を交えていなければ、とてもじゃないが、君の用心深さを理解できなかったろう。我が怒りは静まることなく、我が力はもう君のために振るわれない。それでも君は俺に会いに来た。きっとたった一言で俺を説得できると知っているからだろう。分かった。今の英雄が血と炎で道を切り開く。だから俺の分まで勝ち取れ。出なければ昔の借りを含めてまとめて返してもらうぞ。ナタのために。つまりお姉ちゃんは500年後の未来に行って円陣の責務を果たす必要があるってことだよね。じゃあ今のお姉ちゃんはどうなるの？お姉ちゃんの人生はこれでおしまいってこと？それを聞いても答えられないでしょ。もう決まったことなら私たちは全力で支えてあげないと。安心してちょうだい。部族復興のために私たちも全ての力を捧げるわ。Yeah, I feel like it might go to the godhood route, I think. I don't know, I have a gut feeling about that. ただ、存在する時間が違うってだけよ。うん、お母さんの言う通りだね。私たちはもちろん、お姉ちゃんのことを一番応援してるよ。もう、こんな時に限って、なんでお父さんはいないのかな。何を言えばいいかわからないから、いっそ来ないことにしたのよ、きっと。お父さんのことは放っておきなさい。ああいう人だから。未来がどうなっても私たちがあなたを愛していることを忘れないでちょうだいね。
分かってるけど、なんとかするつもり。きっとあると思うの。500年後に再会する方法が。それを見つけてみせるから。だから絶対私のこと忘れないでね。エンジン様がそうおっしゃるのなら全身全霊をもって支援いたしましょう。子供たちもこのような美しい太陽が見られますように。あなたのために。我々は一人で戦ったりしない。ルールは我が遺産であり、次の災厄に対抗するための力でもある。戦争は六大部族を鍛え上げ、戦の神髄と愛し方を教えてくれたわ。この全てを終わらせるのは果たして誰なのだろうか。我々は記憶と伝説を受け継ぎ、太陽と風と共に育ち、運命と未来を築き上げた。これらすべてナタの炎、ナタの血である。あれ、クイクちゃんか。よっ、お前も宴に参加しに来たのか。あ、違うの。お姉ちゃんがいつも使ってるお薬を届けに来ただけで、今ちょうど帰るところ。ごめんなさい。カチーナが無事に帰ってきたことは本当に嬉しいんだけど、お姉ちゃんと同じ空間にいるのはまだ気まずくって。まあ喧嘩したばっかだからしょうがないな。その気持ちオイラもわかるぞ。お姉ちゃんはちゃんと皆さんの役に立ってた？迷惑とかかけてないわよね。 Not really. I'm eating. おお、すごく頼もしかったぞ。アビスのことに詳しくってオイラたちにいろいろ教えてくれたぜ。ならよかった。それを聞けただけで十分。この前の感じからしてお前って思ったことをはっきり言うタイプかと思ったけど、どうしたんだ？なんだか遠慮してるように見えるけど。パイモン、why you talk still? 私もわかってるのよ。出発直前に喧嘩するなんてタイミング最悪だって。でもあれにはちゃんと理由があったの。お姉ちゃんってね、闘争の衝動に飲まれやすいの。いくら精神力が優れていても制御の効かなくなることがある。それにあの時あなたたちが何を相手にしようとしてるのかも、私は知らなかったから。それってつまり talking about this losing control shit。 ちょっと不器用よね。でも確かに有効な方法なのよ。少なくともしばらくの間お姉ちゃんを冷静にさせることができるわ。とにかく But probably when you play her, she'll be the calm, collected lady. That's for you, so. そこまでして背負う必要があるのか？ちゃんと話し合えば。ダメダメ、絶対お姉ちゃんには言わないでね。お姉ちゃんって愚痴を人に、特に家族には言わないタイプだから。もしお姉ちゃんに知られたら手助けするのがもっと難しくなるわ。Anyway, thanks. 理解してくれてありがとう。まあ、そんなに心配する必要はないわ。どうにか方法を考えて、お姉ちゃんの負担を私も背負うから。じゃあ、先に失礼するわね。宴を楽しんで。あ、それと、もし何か不調を感じたら、すぐ私に連絡してね。言っちゃった。まさかあの喧嘩の裏にそんな理由があったなんて。 They're looking out for each other in their own way。 でも悪いのは全部アビスだけどな。あの大悪党め、
Oh, Pascal. さあ、最高の祝福と熱烈な拍手を部族の若き勇士カチーナへ。おお、よくやったわカチーナ。みんなありがとう。嬉しい。私もやっと活躍できたよ。カチーナはやるやつだって分かってたぜ。若くて将来有望で、きっとこれからも大活躍間違いなしだ。何言ってよ。お前が最初にチームを抜けたんだろ。この後帰ったらどうなるか分かってるな。いや、あれは友達の誘いをどうしても断れなくてだな。俺も仕方なくチームを抜けたな。信じてくれ。初戦を楽して突破したかったからじゃないの？いやいや違うって。実はこの前外で怪我をした継承者にたまたま出くわしてさ、手当てしたんだよ。そしたらどうしてもお礼がしたいって言われてな。カチーナのチームだったら俺一人抜けても問題ないと思ったんだ。だがその結果、お前の後を追うようにチームメンバーたちは脱退を考えるようになった。カチーナ、ごめん。本当にすまなかった。No, burn him. And the lady too. I saw her. でも驚いたわ。Yeah, there you are. 君が予従者の戦争に出て最高の栄誉を勝ち取るなんて想像してなかったもの。あなたたちの方はどうだった？私たちのチームの隊長は試合の前夜に酔いつぶれて当日遅刻したの。だからそのまま資格を取り消されちゃってね。Now bonk them.同情する余地もないな。Is it playing? Jeez. カカロおじさん、そこまで言わなくても。ちょっといいかな。私からみんなに話したいことがあるんだ。こうして再びここに帰ってこれたのは、友達のみんなと、そしてエンジン様のおかげ。本当にありがとう。旅人さんとその仲間のパイモンちゃんは、二人とも凄腕で、もし、帰化聖夜の巡礼に参加できたら、間違いなく一味を争うレベルなんだ。そんな二人が私に学びの機会をくれるって約束してくれた。だから私はこれからもっともっと成長するはず。そして友達のモアラニちゃん、ジャスカお姉さん、キーニチお兄さん、イアンサお姉さんも、旅人さんとパイモンちゃんと力を合わせて私を八神の国から連れ戻してくれた。そんなみんなも歓声を浴びるべき英雄だと思うんだ。だから拍手を旅人さんたちにも送ってくれないかな。お願い。よっしゃ。このお酒で英雄に乾杯。カチーナちゃん、英雄になる準備はできた？正直言うと、こんなにもてはやされる日が来るなんて思ってもなかったから、実感が湧かないな。こうして英雄になったわけだし、次はチャンピオンの連覇を目指さないとな。 That way I will also become a champion coach. もうからかわないでよ。 Hey. Oh.Anyway, here, how you been, bro? 悪いな。いろいろと知ってたのに何も教えてやれなかった。何事にも代償がある。英雄になったやつは、往々にして初めから英雄を目指してたやつじゃない。目標に執着しすぎれば、かえってより大切なものを失う。だが今、俺たちの知る情報は同じものになった。家欲の集いと、名園の主にいる最後の英雄二人は、果たしていつ現れるだろうな。お、
ああ。よう。いろんなことを一気に経験して、まるで夢を見てるみたい。体調はもう大丈夫そうか？うん、平気。私、回復は早いって言ったでしょ？心配しなくても大丈夫。それに、あなたたちだって疲れてるんじゃない？今日はゆっくり休んで。元気じゃないと思いっきり遊べないよ。オッケー。打ち上げじゃいつも歌ったりはしゃいだりするんだけど、今日はさすがに情報量が多すぎ、まだ消化しきれてないよ。お前らしくないな、そんなにテンションが低いなんて。It's not set in stone yet though, right? It's important to try and enjoy the moments like this when they come along. それも君が冒険で培った経験則ってやつかな。そうそう、みんなカチーナのために祝ってるんだぜ。せっかくの機会なんだから楽しまないとだぞ。それもそうだね。カチーナちゃんってば本当嬉しそう。なのに今度は私が落ち込むなんて。ダメダメ、場を盛り上げないと。あ、お、カチーナちゃん一緒に来て。主役はカチーナちゃんでしょ。大丈夫だってば。OK。YO。多くの代償を払うことになったけど、カチーナが無事に帰ってこれたし、よかったぞ。これから私たちが進む道はもっと険しいものになる。そのためにも、トレーニングを重ねて体力をつけておいてくれ。パイモン、スペシャルレッスンはどうだ？遠慮しとくぞ。お前たちみたいな勇敢な旅人にはそうお目にかかれない。この酒で敬意を表そう。妹ならもう帰った。部族にまだ面倒を見る必要のある患者がいるそうだ。オイラたち、ここに来る途中であいつに会ったぞ。そのあいつ結構お前のことを心配してると思うぜ。ああ、少ししたら家に戻ってみるつもりだ。クイクや家族に気をつけるよう伝えるためにな。私の忠告を聞いてくれるといいんだが、アビスはもうお前たちがいることに気づいてる。冒険するときはくれぐれも用心を怠らないようにな。ああ、よく来た。君たち二人のために特別にフルーツジュースを用意してある。ひひ、オイラたちの好みまで知ってるんだな。その顔、まだ聞きたいことがあるようだな。違うか？ Isn't your plan a little convoluted, ma'am? 彼らには彼らの人生があるからだ。500年前の人々にナタが滅びるかもしれない。だから肉親や最愛の人を捨て、時間の終点まで行けというのは酷なことだ。考えてみてくれ。この世の万物には終わりがある。だが我々は寿命に縛られているがために、時間という尺度を想像しがたい。例を挙げよう。太陽が数百万年後に燃え尽きてしまう。だから今からそれを救いに行こう。そのようなことを聞いても、馬鹿げていると思うだろう。この責任を共に負うことを彼らに強いることはできない。加えてどの時代にも英雄は存在する。もちろんこの時代も例外ではない。故に彼らでなければならない理由もない。当然それは私にも当てはまる。だが私が立案した計画だ。最後まで責任を取るのが筋だろう。あ、思い出した。お前
前の部屋にあった絵、あれってまさか500年前の家族を描いたものだったのか？ああ、その通りだ。だからあの時、妹がその後どうなったかを聞かれても曖昧な答えしか返せなかったのだ。参考となる資料は非常に限られていたからな。過去の断片をつなぎ合わせることで、かろうじてあの子が建築家と芸術家になったことを知ることができた。かがり木の民の復興では、あの子が多くの建造物を設計して建てたらしい。無論、今やそのどれもが跡形もなく消えてしまっているがな。だが、それでも立派なことだ。誇りに思っている。So that's the life you had to leave behind. どうやら君たちは、失うことに対して暗い感情を抱きやすいようだ。その点については、とうに覚悟を決めている。これは戦争であり、戦争に別れはつきものだ。アビスに飲まれた人々に比べれば、私は十分恵まれているだろう。私は神の名を背負っている。そしてこの肩には、数えきれないほど多くの人の期待がのしかかっているのだ。故に、運命の終点へとたどり着かなければならない。そこで待っているものが何であろうと。I want to ask you something about fate. そうだな。この計画の結果ももう決まってるのかもしれない。ああ、わかっている。だがそれがどうしたという？時間がどのように存在するかの話は覚えているか？過去、現在、未来は同時に存在し、どれも等しく重要だ。未来で待ち受けているものが破滅であろうと、目の前のすべてを救わなくてもいい理由にはならない。そして、人間は運命を知ることができないからこそ、常に全力で望める。ここが正念場だ。我々には、まだ二人の英雄が足りていない。いや、正確には三人か。もう一人、どうしても力を借りたい人物がいる。It'll be me, right? 君のアビスへの耐性は実に印象深い。この戦いにおいて、間違いなくキーマンとなる。うなずいてくれるのならば、君の旅を最大限支援すると約束しよう。それだけではない。君のために、新たな孤名も作る。I mean, that would be cool and all, but... 作れるものだったのか？ああ、厳しい条件はあるがな。それに、作れなければ受け継がれる孤名は減る一方だろ。孤名を持つようになれば、ナタでの冒険がすべて記録され、未来のナタ人も君たちのことを知るようになる。現在、反魂の歌は効力を持たないが、これが君たちに対する命の保証だと思ってくれ。どんな代価を払おうと、必ずこの約束は守る。八神の国から君たちを連れ戻した時のようにな。You don't have to promise me anything, though. 英雄が冷遇されることなど決してない。Oh, damn, I thought you're done. そうだぞ。もう放っておけないからな。そうか。よかった。ならば、この後すぐ職人の白年に連絡する。ナタ人以外に孤名を作るのは前代未聞だが、彼女なら何とかしてくれると信じている。どうだ？他に聞きたいことはあるだろうか？ Oh, cool. The captain. あの者たちに新たな動きがあったという情報はまだない。ただ、キーニチの調査により、あることが判明した。隊長側にはやはり、名園の主の者がいるようだ。その者が誰かは、徐々に絞られつつある。だが、自ら進んで協力しているのか、あるいは何らかの脅迫を受けているのかは、未だ不明だ。冒険の中で、そのものに関する情報を手に入れたら、教えてもらえると助かる。早い、メン。どうだ？他に聞きたいことはあるだろうか。エレメント、エネルギー、エンド、ビースト。アビスはテイワットにおいて、最も厄介な脅威だ。はじめは皆、失敗と苦痛の中から対抗する術を模索するしかなかった。君が他の国で目にしたであろう様々な対処法は、
いずれも受け継がれた経験と知恵からなる結晶だ。原理まで理解できるものはごく一部ではあるが、元素力を用いてアビスに対抗することもまさにそうだ。遥か昔からそれは我々の頼れる武器であった。なぜ元素力がそれを可能にするのか、その問いに答えられるのはエンジンよりももっと古い存在のみであろうな。どうだ、他に聞きたいことはあるだろうか。 About the absence people from Netland。 その件についてはアビスから受ける長期的な影響が原因となっている。ナタ人と大霊は互いに寄り添わなければ生きることができないのだ。しかしいくら大霊であってもその力には限界がある。そのためナタを離れた者に同等の加護を与えるのは難しいのだよ。記憶と感情に影響を及ぼしかねないからな。みなこの点を理解しているためナタを離れようとしない。もし離れざるを得ない事情がある場合、まずは族長を通じて大霊の認可を得るようにしている。ただしアビスに対抗する貴重な力を消耗するため、このような要求に対して大霊の判断は常に厳しいものだ。だが安心してほしい。遠方より訪れた客人にも大霊は等しく加護を与えてくれるからな。どうだ、他に聞きたいことはあるだろうか。No. Damn it. I'm guessing the rest is the same. 悪いな。何事にも目標に集中。だが今、火翼の集い。Well. Oh yeah. Boop.I see you next time. Bomb them.隊長様、偵察より報告がありました。エンジンは力の大部分を失っているようです。お怪我をされているとは思いますが、今こそ神の心を奪う絶好の機会かと。勝負とは。ただ結果を追えばいいわけではない。そこにはルールが存在する。これは相手の隙をつく真似など一度もしてこなかった。こたびの件も同じだ。お前こそ、まさかあのような目くらましが本当に役立つとはな。どれだけ濃い霧だろうと、太陽が存在する限り昼が夜になることはない。あの方はできないのではなく、そうする気がなかっただけだろう。君に残された時間はもう長くないぞ。その上怪我まで負った。次はどう打って出るつもりだ。お前の価値をもう一度検討すべきかもしれないな。ここから何かを聞いたのだろう。Are you looking at me? What the hell?